おい待ちやがれ。あんた母ちゃんの元恋人だろ。白状すぎんだろ。今は赤の他人だ。けどもし生きてるなら2年間も連絡よこさないんだぞ。なんか事件に巻き込まれてるかもしれないだろ。そうか、案外楽しくやってんじゃねえのか。手間のかかるガキと離れられてな。ちょっと待てよ、母ちゃんは俺を捨てたりしねえ。しっ、親父さんのところへ帰れ。あんた、母ちゃんに昔捨てられたから会いたくないだけじゃねえのか。母ちゃんが残した日記で見たんだ。母ちゃん、あんたにヤクザから足洗ってくれってずっと頼んでたんだってな。肩気になって結婚するためによ。だけどあんたは松金組の鉄砲玉として勝ち込みに向かった。母ちゃんの静止も聞かずに死ぬかもしれないのに。だから母ちゃんに呆れられて捨てられたんだ。そりゃ合わす顔ないよな。だよ、やんのか。ガキがませたこと言ってんじゃねえよ。とにかく今の俺には関係ねえことだ。お前もお前の母ちゃんのこともな。What do you mean anymore? 俺が母ちゃんとあんたの息子でもか。それでも関係ないってのかよ。あ、なんだって。俺はあんたと母ちゃんの息子かもしれないんだ。おい、今度は何。ねえ、Never mind. Not if this is all out in the. If it's this early on, it's going to prove to be false. 言い出すんだ、このガキは。日記に書いてあったんだ。母ちゃんがあんたと別れた頃の日記に。日記に？ああ。あんたが母ちゃんじゃなくて、松金組を選んで別れちまったから。きっと言えなくなっちまったんだ。腹の中にいる俺のことを。ふざけんじゃねえぞ。ふざけてねえ。俺はあん。Yeah, this is too early. This is too early. He's not gonna have any relation to him. だが親父だって信じてる。お前な、バカな嘘は。だから俺はあんたのところに来たんだ。あんたと一緒に母ちゃんを探し出して、母ちゃんの口から本当のことを聞くためにな。What goes around goes around. Yeah.亡くなったはずの妻、貞本美紀子を探してほしいと、怪盗の元を訪ねてきた依頼に。I still think he's sketchy. 貞本京也。美紀子はかつて、怪盗が愛し、交際した末に別れた女性だった。そんな怪盗の前に、次に姿を現したのは、貞本京也の息子、貞本純だった。純は怪盗に告げる。俺はあんたの息子かもしれないと。あの頃、俺が所属していた松金組は対立組織との関係がこじれ、一触即発の状態にあった。その日俺は
トラブルだという組からの電話を受け、急いで事務所に向かっていた。おい、トラブルって何が？勝ち込みだよ。それも女のな。え？女がうちに勝ち込みを？ああ、組長が来るまで帰らねえとか抜かしてよ。めんどくせえことになったろ。見ろ。ふざけないで。Obviously, some wife or something. お姉ちゃん、まずいって、やばいってば。おい、これは一体何の騒ぎだ？なんで堀田がやられてんだよ。こんなゴリラみたいなの呼びつけて力ずくで押さえつけようってわけ？お前ゴリラってな。Interesting. Okay, I was wondering. I was like, what's she doing with somebody like him? Somebody like Kaito, but no, she's clearly somebody who can handle herself. So, what did Chijiko Matter on Naga, which the Ketsmochi still host to Gravity Hamateo? So, not skinning a harane and the Kyogra, Kaba the Hatter Cotton Nutted under the Ikinari Anon the Dagrigon Dictanda. Ha? So, Uchia bets any work nice soon, eh?まあそうなんだが、文句があるらしい。来月からお前がケツ持ちするキャバだ。なんとかしろ。マジっすか。おい堀田、どうしてこうなった？この女がいきなり俺を締め上げてきたんだよ。ああ、いだだだだだ。正当防衛よ。悪いのはこいつ。はいはい、言ってることが真逆じゃねえか。動かないで。力ずくでどうにかしようってなら、この男の関節がへし折れる音を聞くことになるよ。分かった分かった、とりあえず落ち着け。お、何見てんのよ。そう怖い顔してちゃ美人が台無しだぜ。は？ここはお互い笑顔で話し合おうじゃねえか。酒でも飲みながらよ。話し合えばきっと分かり合えるさ。お、そうだ、近くにいいバーがあってな。ナンパなら外でやって。わ、悪かった。あんたはその威勢のいい女の妹さんだっけ？殺さないで。いや、そう怯えなくても。いたたたたたたた。魔法に手出さないで、へし折るよ。
Golly, it took a while. なるほどね。事情はよくわかったよ。夏目美希子さん。女の勝ち込みだって聞いたから何。どうやらあんたら姉妹はこの状況に限って言えば被害者だったみたいだな。え？血の気の多いやつばかりで、あんたも困ったろ。あんたらには俺から謝罪させてもらうよ。何が言いたいの？あんたが事務所に乗り込んできたのは妹さんの借金踏み倒して連れ帰ろうとしたわけじゃなかった。少なくとも殴り込みするつもりはなかったことだけは確かだ。こいつを見てくれ。あんたの履歴書だ。だから？だな、これが結果としてあんたがやろうとしたことを証明してくれるわけだが、その前にあんたが事務所に殴り込みじゃなく話し合いに来たってことをこいつらに分かってもらう必要がある。回りくどい。結論から話して。その菓子折り、あんたが持ってきたんだろ？つまり、少なくともあんたは殴り込みじゃねえ、話し合いをしたかったってことになる。あなた、ただの筋肉ゴリラじゃないみたいだね。それで？だが、その話し合いは残念ながら失敗に終わったみたいだな。その原因が何だったのかは、こいつを見ればわかる。Where the sake? That's all that's left. あんたの妹さん、胸元のボタンが外れてるな。菓子折りまで持って話し合いに来たってのに、堀田がいきなり妹さんの胸ぐらにつかみかかった。だから、あんたは妹さんを守るために堀田を締め上げたってわけか。へー、あなたヤクザなんかより探偵とかの方が向いてるんじゃない？ヤクザ引退するようなことがありゃそれもいいかもな。だがな、ミキコさん、今回の件、あんたの妹さんにも非があることは確かだ。そうだろう？サービス利用したらその対価を支払うのが筋だ。そこは分かってくれるな？そんなことは分かってる。お金を返さないなんて一言も言ってないでしょ。あ、そうなのか。この子、真帆は地元の短大に通ってるの。東京のキャバクラなんかで働き出したら単位なんて取れない。真帆にはちゃんと卒業させて、普通に就職させて、普通に幸せな生活を送ってもらいたいの。だったら実家のご両親にでも借金立て替えてもらうか？それは無理。うちの両親超石頭なんだから。ホスト言ってたことがバレたら感動されちゃう。いや、自業自得だろうが。要するにお金を払えばいいんでしょ。300万。今日はその支払い方法について相談に来たのよ。それなのにこいつ、いきなり真帆に掴みかかって。あんたの妹、名前言うからだろ。なあ、ミキコさんよ、どう払うつもりだ。300万も払うあてあるのかよ。私、新宿で働いてるの。昼は普通に OL やってるけど、夜は結構自由に使える。学生の時は接客業だっていろいろしてたの。水商売の経験はないけど、バイトしてたカフェでは
3年連続ベスト接客賞を取ってる。キャバクラで働くなら妹よりは向いてると思うけど。はい。あんたまさか。私がこの子の代わりに働く。あんたたちが大好きな筋ってのもそれで通るんじゃない？それがミキコとの出会いだった。ミキコはその性格の明るさと切符の良さからあっという間に人気を獲得していったが、生来の気の強さもあってよく客とトラブルを起こした。彼女のケツ持ちをすることになった俺はしばしばミキコの起こすトラブルに対処するようになっていった。なるほど。それでそのミキコって女が代わりにキャバクラで。妹さんのためとはいえよくそこまでやりますね。あの二人、幼い頃に両親を交通事故で亡くして身寄りがなかったらしい。その後今の両親に養子として拾ってもらったようだが、今でもミキコにとって妹さんは唯一の肉親なんだとよ。なるほど。だったら分からんでもないですね。親父はなんて？お前がしっかりケツ持って完済させるなら文句はないってさ。そうですか。だったら兄貴、その女に逃げられねえように気をつけないとですね。それなら心配はねえ。ありゃ約束破って逃げるな玉じゃねえさ。俺には分かる。I like how he's technically wearing the same shirt as the orange one, except they just turned it blue instead. Nani Shiranda? Eat them or what can I take you? Get it, the Murayo. Oh, my.俺にこんなことしてただで済むと思ってんのか。あんたこそ桃子ちゃんに手出してただで済むと思ってんの。ミキコちゃん、もういいって。私は大丈夫だから。桃子ちゃんは隠れてて。Here comes a fight.ちょっといいっすよね。ああ、好きにしろ。東、休養ができた。また今度。え、兄貴？ミキコ！用心棒だ。この女のクレームなら俺が聞くぜ。てめえ！このバカ、ぶっ殺すぞ！OK。Perfect score. ごめんなさい。あの子がひどい目に遭いそうなのを見過ごせなくて。いいさ。
そのために俺がいるんだ。かっこよかったよ、私の用心棒さん。ここがあんたのダイモンはねえの？チャカとか？だからもうヤクザじゃねえ。ここは俺が働いてる探偵事務所だ。はあ、そうなの。んだよ、全然片付いてねえじゃねえか。汚ねえな。おいガキ、とりあえず座れ。ガキじゃねえ、ジュンだ。あれ、これお前の親父さんが忘れてったもんだ。Sure he did. そうか。で、さっきの話の続きだ。なんだ？お前が俺のガキだって？ガキじゃねえ、息子だ。日本語は正しく使えよ、おっさん。まあ、とりあえず話聞かせろや。で？お前が俺のガキだってか？日記を見たとか言ってたが。ああ、母ちゃんがこっそり書いてた日記だ。日付は15年くらい前だった。あんたと別れた直後の日記だと思う。なんて書いてあったんだ？確か今更気づいたって遅いのにどうしようとか、マサハルさんにはもう会えないのにとか、下ろした方がいいのかなとか。確かに。まあ母ちゃんの気持ちもわかるよ。あんた、母ちゃんが辞めろって言うのに、組長を怪我させた敵対ヤクザのところに勝ち込みに行ったんだろ。当時結婚まで考えてたのに。それで母ちゃん愛想尽かして出てったんだもんな。まあそんなところだよ。で、じいちゃんとばあちゃんにずっと結婚しろって紹介されてた今の親父とくっついたってわけだ。ってことはよ、あんたと別れて結婚決めた直後に妊娠が発覚したんじゃねえかな。だから言えなかったんだ、きっと。あ、待てよ、お前の親父さんは他人の息子がミキコの腹ん中にいるって分かっ、まあそうなん。いや、さすがにためらうだろう。それだけ母ちゃんに惚れてたってことじゃねえかな。そうなのか。There's more to it than this. There's no way that guy. I'm sorry, but there's no way that dude's a stand-up guy. There's gotta be more to it. お前の母ちゃん、ミキコについては。親父さんはミキコが生きてるかもしれないって言う。ああ、あの母ちゃんが自殺するわけないからな。ずっだが DNA 鑑定の結果は一致したんだろう。だったらさ、あ、何かの事件に巻き込まれたんだと思う。自殺はでっち上げでさ、母ちゃんはどこかで生きてるんだ。それでなんか事情があって連絡できないんじゃねえかな。そこまで言うからにはなんか心当たり。仕事でトラブルに巻き込まれたとか。あ、それあまりはっきりして根拠はねえみたいだな。そういえばお前の親父さんがミキコは仕事のことで悩んでいたようだ。ミキコは何の仕事をしてたんだ。カフェをやってた。カフェのオーナー。へえ、カフェを。ああ、結構繁盛してたぜ。母ちゃんやり手だったからな。そうか。じゃあ仕事の悩みってのもカフェのことか。ああ、時々たちの悪い客からクレーム受けたり、店の買収持ちかけられたり、
そんなので悩んでたけど、自殺するような悩みじゃなかったと思うぜ。なあ、ジュンって言ったな。ミキコはどんな母ちゃんだったんだ？どんな？ああ、なんつうか、かっこいい母ちゃんだった。かっこいい？困ってる人とか見ると放っておけないみたいでさ、チンピラに絡まれてる人とか強引にナンパされてる女とか見るとバーって言って注意してさ、それで喧嘩になりかけることもあって親父は大慌てそうか。それで引き受けてくれるのかよ、母ちゃん探すの。言っておくがよ、一応俺はプロの探偵だ。ただで仕事は受けねえ。お前金持ってねえだろそれなら心配いらねえ。なんだこりゃ、腕時計？親父の書斎から持ってきた。派手な時計だな。いくらすんだこんなもん。だいたい2000万くらいらしいぜ。あ、なんだって？2000万円だ。バカ言え、これが2000万？恵比寿屋に行けば3万くらいで売ってるだろこんなもん。だいたいな、2000万もする腕時計があるわけねえだろうが。お前は社会勉強が足りてねえな。だったら調べてみろよ、時計に会社の名前書いてあるだろ。なんて読めばいいんだこりゃ。初めて見るな。これ、ああ嘘だろう。こんなもんが1980万円？プレミアモントかな？いや、普通にその値段なんだってさ。親父はこんなのたくさん持ってるぜ。これが1980万。しかも定価だと。社会勉強が足りてねえな。なあおっさん、それやるから母ちゃん探してくれよ。いらねえのか？勝手に持ってきたもんだろうが、親父さんに返しとけ。じゃあ引き受けてくれないのか？おいおっさん、どこ行くんだよ。決まってんだろ、ミキコを探す。おっさん。おっさんじゃねえ、カイトーだ。おう、カイトーのおっさん。おうめえカイトーで、どっから探すんだ。カムロ町って言っても広いだろ。ミキコがよく通っていた喫茶店がある。喫茶アルプスだ。お気に入りだったみたいでな、休みの日はよくあそこでコーヒー飲みながら本読んでたよ。だったら顔出す可能性あるな。とりあえず当たってみるぞ。
いやーよかった真帆ちゃん。一時期はまたホストにこっそり行ったりしてよ。危なかったもんな。つい出来心で。まったく懲りないんだから。にしても銀行員か、すげえじゃねえか。地元の大手地銀だって？うん、一般職。親のコネもあったんだけどね。うちの両親その銀行の超お得意様だから。ねえ魔法、接客もするんだよ、つけてね。変な男に気に入られたりしないように。あんた勘違いさせるところあるから。いつだっけ、コンビニでバイトしてた時、おかしなストーカーにつきまとわれてたじゃない。ああ、そんなこともあったっけ。今度おかしな男が来たら私に言いなさい。まさか何かあったら地元まで押しかけてくる気？必要ならね。もうやめてよ、恥ずかしい。お姉ちゃんは過保護なんだよ。私も社会人になるんだからさ、いい加減妹離れしてよ。ホストで借金作るような子だからね。心配するなっていう方が無理だよ。ほらこないだだって怪しいセミナーに入りそうになってたでしょ。感銘を受けたとか言って。あれは気の迷いというか。ま、真帆ちゃんみたいないい女は脇が甘いと危ねえってことだ。そこはお姉ちゃんを見習いな。カイトさんありがとう。けどそれってお姉ちゃんもいい女だって意味だよね。あ、それはその、Awkward. Are these the pants? Ah, yaba! お父さんたち待たせてるの忘れてた。Boy, look at him with disgust. Kaito さんに挨拶しろって言ったのに、外で待ってるって聞かないんだもん。失礼だよね。Got their backs turned and everything. Masaharu-san, ごめんね。いや、俺こそご両親に気使わせちまったみてえだな。大丈夫。カイトーさんとお姉ちゃんのことは私からも説得しておくから。カイトーさんマジいい人だってさ。なんてったって私は二人の出会いのきっかけを作った愛のキューピッドでしょ。だからこの真帆ちゃんに任せてよ。頼りにしてるぜ。さすがにいないか、母ちゃん。そうだな、見かけたことがないか、分かりそうなやつに聞き込みでもしてみるか。Maybe I can just ask him. なあ、ちょっといいか。なんすか。最近この女性見なかったか。見てないと思いますよ。よく思い出してくれ。ああ、どうでしょうね。先週俺彼女と旅行行ってたんで、その時って他の店員に聞いてみてください。そうか。さっきまでいたんですけどね。どこかな、わかんないっすね。まあいい。He said, where is he?
らい前だよ。覚えてないか？常連なんだろ？いや、ずっと勉強してるし、いちいち他のお客なんて見てないよ。いや、そこをなんとかさ、記憶の片隅とかに残ってたりしないか？そう言われてもな。I was hoping they nipped in the bud, but just skipping over. Ah. See, that's what I was talking about.I should have just came straight here. だよ、昼寝中か？おい、ちょっといいか？で起きねえぞこいつ。ああ、yes, the bullhorn。なんとかして起こせねえかな。Yes, yes, yes. Bullhorn, bullhorn, where are you? これか。ダメか。Holy cow. ダメか。聞こえてね。I guess the megaphone was too obvious. Maybe I should threaten this porn collection. I don't know. Now it's time for the bullhorn. どこだ？If it takes that to wake you up, you are too deep of a sleeper.I mean, your place can get robbed of you for your snoozing in the back. Are you? Are you? Oh, hi, yo. Just to kick that good guy out there. Huh. Nan de show.
探偵事務所の海藤ってもんだ。人を？この女性客で来てなかったか？行方不明らしいんだのか？見たというか昔の常連さんでね、確か。おお、そうだ、覚えてたのか。ええ、彼女には何度か助けてもらいましたから。ほら、この町は柄の悪い輩が多いでしょ。そういう連中に絡まれた時は彼女がつかつかとやってきてそういえば、あ、そうか、あなたあの人のたまに一緒に消せって言ってんだよ。なんだ、消せよ。吸うなら外で吸えよ。赤ちゃんいいんだろ。てめえの目は節穴か。うっせえガキだな。しばらくぞ。離せやこら。おい、このクソガキぶっ殺せ。たく、おい、俺はその子の保護者でな、文句があるなら聞いてやるから。お兄貴、このアホやっちまいましょうよ。おう、新垣兄弟の恐ろしさ。下のチンピラが二度と来るな。ジュン、人助けは過信だが相手は見ろ。この町は荒っぽい連中が多いからな。ああ、分かったよ。お前さっきチンピラの腕締め上げてたろ。あれって？ああ、母ちゃんから昔教わった護身術だ。そうか、ミキコから。いろいろと教えてもらったんだ。母ちゃん趣味で護身術とかキックボクシングとかいろいろやってたから。そういえばミキコ言ってたな、昔親がいないとか言われてよくいじめられてた真帆ちゃんを守るために道場に通ったって。海藤のおっさん、やっぱ喧嘩強えんだな。ドンドンっておっさんのパンチ、まるで狂気だぜ。あれどうやるんだ、教えてくれよ。ダメだ、喧嘩なんか好き好んでするもんじゃねえ。護身術で十分だろくしゃ、ケチだな。あの、どうもありがとうございます。あのお客はいつもトラブル。ああ、ところでさっきの話なんですけど。ああ、話の途中だったな。店長、ミキコの子。ええ、あれは確か女性が一人で来店されて窓際の席に座、どこかで見覚えがあるなと思って。でもさっき写真を見せてもらって分かったんです。なんだって？ええ、人違いかもしれませんよ。三
店長。そういえば昔ミキコさん、友達と一緒によくカフェに来てましたよね。その人に聞いたら何かわかるんじゃないですかね。確かキャバクラで働いている友達だ。あ、もしかしてもも。そうそう、ももこちゃん。あの人何年か前にうちに来てくれたことがありましてね。チャンピオン街でスナックやってるって言ってましたよ。スナックももこだろ。よし、そんじゃ次はそこで聞き込みだな。店長、情報って。いえいえ、こちらこそ。今日